ええ、来たね。時間通り。君なら約束を果たしてくれると思っていたよ。秋山さん。ありがとう。その代わりと言っちゃなんだけど、一つ教えてほしいことがある。何ですか？どうしてリリちゃん、人殺して回ってるの？金村工業の組長を殺したの君だよね？違います。大女優ってバーの店長もそうだろ。どうしてあんなことしてるんだ？あのライター。ライター？そう、君が初めてうちの店に来た時に持ってたライター、あれだよ。あのライター、大女優って店のだったでしょ。そのことを聞いたら、君は以前世話になった店だって。ええ。あの店ね、女装バーだったんだよ。知ってた？店のキャストは全員男だったんだよ。だから君が働いていたというのはおかしい。なら君は一体いつそのライターを手に入れたのか。
きっと店長を殺した時だよね。現場で死んでいた男の上着には柴田組の代紋がついていた。最初は柴田組の犯行かと思ったけど違ったみたいだね。この前君とデートしてる時に襲ってきた柴田組の連中、あれも俺じゃなくて実は君を狙っていたんだろう。君、本当は何者なの？柴田組とはどういう関係なのかな？秋山さん。ん？あなたはさっきお金を返さなくていいから教えてほしいって言ってましたよね。ああ、そう言った。じゃあお金は必ず返します。なるほどね。だから教えたくないってことか。すみません。どこか行くの？ええ、私にはまだやらなきゃいけないことが残っているから。そうか。じゃあまたしばらく会えなくなるね。はい、わかった。じゃあ全てが終わったら貸した金返しにまた店まで来てくれ。ええ。また君に会える日を楽しみに待ってるよ。Thank you.
ってる。Thank you.
looking in your eyes for your mind. いい感じですね。Thank you.
ープユーマイ。
咲くても花散るとも眩しい雪月か。誰や、俺は。この店のオーナーの秋山という者です。宗師さんは？俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組？それってあの神室町ヒルズ建設に絡んでる東条会の大幹部の？そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったね。この曲、俺のお箱やな。よっしゃ、行くでー。おい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 、ああ、お前ら声出せや。って、あれ、あらら、何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話ほんまやな。そうか、なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。あの、南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。え？何やと？そりゃ困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。ああ、何やと。私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？んなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへん。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますが、よろしいですか？ほんと、いい度胸しとるやんけ。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。
違いや、しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？まさかあの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？
おう、ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国がぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。ハ島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はあ、アホらしい。おれ。うわ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へえ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけどしばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。ちょ、前祝い。おおやす子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる。おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ、まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。些細な親父のためやったら何でもやる。それに、それに、試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島、何しとるんじゃ巨大。くっそ、あ、俺や、笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そや、ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ。昼で。なんや。10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。
あんた本当に冴島なのか、本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから二十数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけかそんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。人生がめちゃくちゃになったんは親が死んだせいちゃうやろが、我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で吹け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした。ああ、なんだその目は。まだ殴られたいのか。おら、おれ、おれ、おれ。おい、斎藤。どれ。おい、斎藤。おりゃ、斎藤。終わりだ、この野郎。なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだどうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。前にお客さんだ。己は高くつくぞ。外の奴に指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。
ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。ふん。あんまり長居すんなよ。じゃ。そうだ。例の仏だ。監視の目を盗んで、その手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。ふん、やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。どういうことや。上の清和会が生き残ってるやと。ああ、そうだ。上の清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ東条会の親戚だ。あの事件の後、途上会は上野と五分の逆立交わしたんだよ。
どういうことじゃ。あんたは上野義治を取り損ねた。だが実質上あの事件の後の上野世話会は虫の息だった。しかし上野世話会は潰れなかった。なんで。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで、なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散、そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東条会の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。